それじゃあ、お疲れ様でした。わっ、カメラマンさん。明日は駅前集合でよろしいでしょうか。今からワクワクします。それはもう時代はロックですよ。ピッキングハーモニクス、キューイポイントじゃなくてロックですよ。ざわ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 。お待たせしました。カメラマンさん、早いですね。前回よりも早く来たからカメラマンさんはまだいないと思ったのに。
次こそは私の方が早く着きますからね。本当に良かったです。カメラマンさんが一緒に来てくれて。いえ、その何と言いますか、マネージャーさんにはいつもご迷惑をおかけしていますから、買い物くらい。はあ、いえ、そのカメラマンさんにもご迷惑をおかけしてばかりで、皆さんには本当にご迷惑をおかけして、ごめんなさい。そう言ってもらえると一安心ですよ。その少しだけ他のものも見たいなと思っていたり。ありがとうございます。おお、あそこにいる方の髪型が、見覚えがあります。あ、いえいえ、知っているバンドで見たことがあるだけです。後ろだけ見てるとそっくりです。すっごいですね。話ですけど、実はあんまり髪型とか詳しくなくて、その私どんな髪型が似合いそうですか？それはどうでしょう。というわけで、ギターの音色を変えるためにいろいろな道具が必要なんですよ。
私もまだ全然わからないのでお勉強中です。でも新しいエフェクターも欲しいんですよ。むむ、これを言い出すとキリがないんですけど、そうですね、こう音がギュイーンと綺麗になるような感じが欲しいです。はい、ディストーションというやつだと思います。私、好きなこととなるとつい、そのテンションが上がってしまって。うわ、カメラマンさんは本当に優しいです。よかったらでいいんですけど、カメラマンさんの好きなことって聞いてもいいですか？はい、その私ばっかり好きなこと話しちゃったから、カメラマンさんの話も聞きたいです。おお、ちなみにですが、こんなものが撮りたいっていうものもあるんですか？特徴的ですか？うむ、それは例えばどんなものなんですか？カメラマンさんが撮りたいのなら私頑張ります。カメラマンさんは本当に写真がお好きなんですね。いえいえ、だってお好きなことをお仕事にしているんだからすごいと思います。私も向上心を持って頑張らないと。そういえば、カメラマンさんは何か欲しいものとかはないんですか？もしよかったらですけど、何かお買い物があれば一緒に行きますよ。いえいえ。
もう2回も付き合ってもらっちゃってるし、私も何かあればお供させていただきます。お日様沈んじゃいましたね。すっかり夜だ。こんなに遅くまで今日はありがとうございました。楽しくてあっという間に時間が過ぎちゃいました。それならよかったです。ちょっとだけ空気が肌寒いですね。お疲れですか？うわわわわ、そうですね。はい、今日は本当ありがとうございました。お疲れ様です。今日は本当にありがとうございました。いろいろとお話ができて本当に良かったです。またお互いのことをお話できたらいいかなって思ったり新しい発見とかもあったりで楽しかったので、ではでは今日は本当にありがとうございました。それではおやすみなさいです。
ざわ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 。Thank you.